と魚釣り。2024年11月25日月曜日、気温 30.6 度、湿度 67%、 天気晴れ。ツッキーは月光が池で毎日を泳いでいる。それはいつものことだ。でもコンハルとハルゾウが来た。ツッキーは潜ってみたかった。でもコンハルに信用してもらえない。ここから動けないよ。毎日みんなを見るたび、ツッキーは言った。ムーン。ツッキーは釣りしないです。2024年11月27日、気温 38.9 度、湿度 59%、 天気晴れ。ある日、ツッキーは水を補給するために様子を見た。大丈夫、海から水を汲もう。コンハルはハルゾウの使ってパイプを見つけると、橋に向かった。二人は水に上がると、海の水をツッキーの口に入れた。パイプはとてもピカピカでとても新品だった。水を汲むと大急ぎで引き上げ、ツッキーの中に注ぐ。それを20回水をやり、ついに満杯になった。ツッキーは急いだ。お肉は気になってついてくる。ところがツッキーは苦しかった。お腹がギュウギュウと音を立てている。わあ、ここで吐くな。コンハルは時間を稼いでツッキーを急がせた。ハルゾウはお肉と一緒にツッキーの様子を見ると、コンハルはシュノーケルをつけたまま潜ってみると、ツッキーの尻尾を揺らし、そして今にも不安定なツッキーをお肉の口に移した。ケンさんがのぼせトンマンに電話してる間に、コンハルが大きな看板を見つけた。そしてそれをツッキーの前や後ろに置いた。危険、立ち入り禁止。まもなくのぼせトンマンと富川王国の王様がやってきた。すぐに直してやるぞ。元気を出せ、ツッキー。コンハルが事情を説明した。ツッキーの体調が詰まってる。胃カメラで覗いてみよう。ケンさんはツッキーの胃カメラを使い、じっと中を見ると、下に降りてきた。王様、すいません、胃カメラ使ってください。いいとも。今度は富川王国の王様がパイプにバケツを入れた。そして中を覗くと、びっくりして転げ落ちそうになった。君、見たかね、魚だよ。まったく、たまげたな。なぜ魚が入ってるんだ。いや、驚いたな。きっとさっき自ら潜ったんだ。ツッキー、君はコンハルと釣りをしたようだな。だが魚はお前には似合わんぞ。魚を取り戻せ。みんなはツッキーのお腹で釣りをした。王様が釣り方を教えている。魚は全部釣り終えると彼ら魚とポテトのフライを作って楽しいピクニックした。わかった、腹いっぱいだ。しかツッキー、お前には似合わんぞ。もう二度とするな。ぐう、魚食えたけど腹痛いわ。ありがとうございました。こんばんは、僕はナニーヌ。ワンワン、今年の秋もモチベーションはどうなったかな。ウィーン。ねえパスカル、うわかわいい。うわ白く、え、ピンク。パスカル、それ芸術の秋ね。ウェウィーン。ねえパスカル、君は芸術の秋のカメレオンだって。お肉は恐ろしい。鬼を丸飲みで食ってしまい、そのままお腹壊してしまうわる。妖怪不祥じゃんけん、今日は2分で食べるからな。青を引き起こすわる。のぼせトンマンの妖怪不祥じゃんけん。風呂の温度50度高すぎよ。地球全国のみんなを引き起こす。寒い日にお風呂はもってこいだかっぽん。そうですね、最高だわる。